おなじみフランスのフィリップ・キャンデローロ、去年と同じナポレオンの衣装。去年のシーズンは足首の怪我に泣きました。まずアクセル、トリプルアクセル、トリプルトーループ。ルッツ3回転成功。足の動き、手の動き、フリップ、立ちます。ループ3回転、ストレートラインステップです。超えてきてのアクセルはどうでしょう。ちょっと手をつきました。グリーン
フランスのフィリップ・キャンデロー最後のアクセル、まあ、ちょっと失敗も出ました。しかし本人、ある程度納得という表情を見せています。これは最初のトリプルアクセルですが2回、3回転半。25歳になりました、フィリップ・キャンデロー。まあ、これまでゴッドファーザーとか、あるいはラッキーラッカーボーイの姿、そしてこのナポレオン、去年と同じフリーの曲です。ブルネコーチと8歳の時からコンビを組んできました。右から3番目ドイツのジャッジが1位をつけましたが、6人のジャッジが2位です。